鈴木康友は日本の政治家、静岡県浜松市長、元衆議院議員、静岡県浜松市生まれ、浜松市立広沢小学校、浜松市立しじみずか中学校、静岡県立浜松北高等学校、慶応義塾大学法学部政治学科卒業。大学卒業後、松下政経塾に入塾し、1985年に卒塾。 松下政経塾の同期に野田義彦、愛沢一郎、横尾敏彦、小野信也、岡田国彦らがいる。その後企画会社、コンサルティング会社を経営する。1999年、北脇康行衆議院議員が浜松市長選挙に出馬するため辞職。同年4月11日に行われた衆議院静岡県大発区補欠選挙に民主党公認で出馬したが、 自由民主党現職の塩谷立に敗れ、落選した。2000年、第42回衆議院議員総選挙に、静岡パックから出馬。前回敗れた塩谷を破り、初当選を果たす。2003年の、第43回衆議院議員総選挙では、静岡パックで前回下した塩谷に敗れるも、重複立候補していた比例党会ブロックで復活し、再選。2005年の、 第44回衆議院議員総選挙では、静岡パックで再び塩谷に敗れ、比例復活もならず落選した。2006年12月、翌年4月の浜松市長選挙に出馬する意向を表明した。鈴木の擁立は、当時の浜松市長、北脇康行に反発する、鈴木治村浜松経済界の意向によるものであった。2007年4月8日、 浜松市長選挙で現職の北脇市長らを破り、当選を果たした。鈴木が獲得した20万3923票に、対し、北脇の得票数は19万2293票であり、1万1630票の僅差での新勝であった。2011年3月27日告示、4月10日施行の浜松市長選挙に出馬。 立候補を届け出たのが現職の鈴木のみであったため政令指定都市では史上初の無投票で再選を果たした。2015年4月12日、日本共産党推薦の候補を破り、参戦。2018年11月24日、記者会見を開き、4選出馬を表明。市の7行政区の再編について、最後まで責任を持って完遂していくと述べた。 11月30日、行政区再編の賛否を問う住民投票条例案を市議会定例会に追加議案として提出。12月13日、市議会は住民投票条例案を採決し、最大会派の自民党浜松が提出した修正案が賛成多数で可決された。市長選と同日に行われる住民投票では、天竜区、浜北区、 その他の5区の5区による新3区案への再編を2021年1月1日までに実施することへの賛否、反対の場合に再編を同期日までに実施することへの賛否の2つが問われることとなった。2019年1月9日、自民党浜松支部が擁立した山本良太郎市議が任期満了に伴う市長選への出馬の意向を表明した。山本は 新三区案に反対の立場であり、鈴木の掲げる行政区再編は選挙の大きな争点となる模様。自民党静岡県連は党本部に山本の推薦を上進済みであるが、1月10日、鈴木も党本部に出向いて推薦願いを提出した。2月15日、共産党推薦の新人が出馬表明をした。2月28日、公明党は 自主投票を決定した。3月1日、自民党本部は、鈴木、山本の双方に推薦を出さないことを明らかにした。投開票の結果、4選。静岡新聞社が期日前投票期間に行った。出口調査によれば、自民党支持者の約56%、公明党支持者の約72%が鈴木に投票していたことが明らかとなった。 2007年4月当日有権者数、人最終投票率 66.、66.86%2015 年4月、当日有権者数、637,020万20人、最終投票率 53.、53.56%2019 年4月、当日有権者数、647,801万7人、最終投票率 55.、55.75%。ありがとうございます。